及びでしょうか。ハガードはすでに人を隔離区域に使わした。解き放つ時が来たのじゃ。目標シグナル消失、位置を見失った。気をつけて、様子が変よ。まさか無精子、どうしてここに。急げ。トラップだ。なんとか振り切らないと。よく見て。流れよ。情報にはなかったわ。エナジーが少ない。最後まで持ってちょうだい。まずいわ。あのモンスター追ってきたの。記憶を消去する。お兄ちゃん、心拍数が安定してきたわ。もう大丈夫だろう。身体機能を回復している。似合ってよかった。
動いたわ。光、一体何が。ねえねえ、見える？お兄ちゃん早く来て。気がついたか。サプレッサーは問題ないな。安心しろ、もう大丈夫だ。ここはどこ。サプレッサーのエナジープールを新しいものと取り替えた。少しは楽になったか。ええ、かなり。あなたたちは？こいつはシャーリー。俺は兄のジーク。このシェルターの責任者だ。あなたたちが助けてくれたの？うん。シェルターの裏手に倒れてたのを見つけて。それに、サプレッサーのバッテリーも切れていた。それで仕方なくシェルターに運んで応急処置をしたというわけだ。ここはコードナンバー HT501、 アストラシェルターだよ。それはそうと、名前は何だ。なぜ裏…それが何も覚えてなくて。私が見つけた時は全身擦り傷だらけだった。もしかすると迷子になったスカベンジャーさんかな。迷子それは運が悪かったな。あのメカの墓場には異星獣が住み着いている。記憶が戻るまでここにいるといい。さっき全身を検査したが特に問題はなかった。ありがとう。とりあえず身なりを整えろ。それではいくらなんでもひどすぎる。シャーリー、こいつをセリーンのところに連れて行ってやれ。彼女にはもう知らせてある。わかった、ついてきて。武器はあそこの箱の上よ。忘れないでね。シャーリーとジークはここで育ったの？私たち小さい頃からずっとここで暮らしてるの。その頃はまだ人も少なくてね。みんなで少しずつシェルターを今の形にしたのよ。準備が できています。いつでもどうぞ。これは、私はミア、第4、第4、第4世代 AI サーバントです。こんにちは。ミアはこれでも役に立つのよ。お兄ちゃんが遺跡から見つけてきたの。でも言語モジュールにちょっと問題があって、時々会話が変なの。すみません、ミアは皆さんに正しく伝わるよう努力します。いいのよ早くこちらへ。セリーンさんをお待たせしてはいけません。ねえ、あそこに戦艦があるでしょ。あれはベツレヘム号。50年前からあるんだってお兄ちゃんが言ってた。50年も？大厄災の時、近くをパトロールしていた連邦艦隊がオムニアムの爆発で全滅したの。ベツレヘム号だけが島に不時着して、その残骸の周りにシェルターを建てたのよ。あれがセリーンさんよ。行きましょう。
ああ、あんたが裏山で救助されたって子ね。はじめまして。シャーリーと同世代かしら。外の世界で随分苦労したんでしょうね。セリンさん、早くこの人をきれいにしてあげて。はいはい、わかりましたよ。やっぱり孫にも衣装ね。ありがとう。いいえ、ほら、見た目も小ざっぱりしたことだし、無駄話はやめて、この子にシェルターを案内してあげたら。うん、任せて。セリーンさんに気に入られたみたいね。ここは制御室、シェルターに異常がないか観測するの。おはよう、シャーリー。タールさん、おはよう。お前さんたちが助けたっていうのはこの子か。体の具合はどうだ。おかげさまでなんとか。そうか、今の世の中平穏無事が一番だ。お店長様に感謝しねえとな。パウルさん、お酒臭い。あった昨日ちょっと飲みすぎてな。ちょうどこれから環境観測データの回収に行こうと思ってたとこだ。でもまだお酒が残ってるんじゃない。データの件は私に任せて。この間みたいに酔っ払って池にはまったりしないでよ。あ、いやここはお前さんたちに頼むとするか。そんなら。え、興味あるんだ。いいだろう。シェルターの環境を知るいいチャンスだ。ドローンと一緒なら道に迷う心配もない。